うも、盛大でーす。オアシスといえば、あの有名なノエル・リアム、あの強烈に仲が悪いと言われているあの兄弟のバンドなんですけども、本国イギリスではですね、あの Don't Look Back in Anger ですかね、あの曲に代表されるオアシスの曲なんですけども、確かあの曲はもうほぼマンチェスターユナイテッドの 曲と言われても不思議ではないっていうか、まあ、第二の国歌と言われてるぐらいの曲らしいんですけども、で、まあ、そんなオアシスなんですけども、まあ以前にディープパープルの話でもしたんですけども、まあオアシスもなかなかアメリカではこう受け入れられていないというか、そういう現実があるようで、一番売れたモーニングローリーでも確かどれぐらいですかね、20位台ぐらいまでしか入ってないんですよね。あれが一番アメリカで売れたアルバムなんですかね。まあそんな状態で、まあそれ以降は出すアルバムというか、まあ解散しちゃうんですけども、まあ日本ではその代わりバッカ売れというか、日本では受けましたよね。いわゆるダルダル系っていうか、なんとも言えないこの雰囲気を醸し出す旋律といいますか、曲が多くてですね、ことビートルズを自分たちのこうライバルってじゃないですけどもね、こうそう引き合いに出したりすることも多々あって、まあビートルズはもちろんアメリカではもうバカ受けしたんですけども、まあ本人たちはそのビートルズより俺らの方がみたいな感じで、まあそういうモチベーションとしてはですね、まあそういうあっても全然いいことなんですけども、ただビートルズはやはり初期とかにもう R&B リズム&ブルースやロックンロールのアメリカのカバー曲、そういうのをずっとやってきたって言った、下積み時代からずっとやってきた、もう好きでやってきたという感じなんですけども、ことオアシスに関してはですね、まあそういうアメリカのリズム&ブルースフリーク的なことはもう一切見えなくてですね、まあやはりもうビートルズのそういうこのヨーロッパ的な部分というか、そういう部分を強く反映したグループなんじゃないかなと。で、そこがやはりアメリカではいまいち踊れない音楽といいますかですね、そういうところで苦戦したんじゃないかと。まあそこをちょっとリズムの面からですね、まあ私いつも言ってますけども、ちょっと比較してみようと思います。で、比べてみようと思う曲はボブ・ディランのノッキング・オン・ヘブンズ・ドア、あの曲、まあ、超有名なシンプルな曲なんですけども、あの曲の歌い、まあ、節回しといいますか、こうビートに乗り方、バックビートに乗っていくあの曲の感じと、バックビートには乗っていないオアシスの Don't Look Back in Anger、 あの曲の比較をちょっとやってみたいと思います。
ドンダンスドドンドンダンス、しっかりバックビートに乗って歌われている曲なんですよ。かたやオアシスの方はというと、サビの部分だけなんですけども、片やノッキングヘブンズドアは1、2、3、4拍に入れた手拍子に乗って歌うのがやっぱ気持ちいいんですよね。自然とそうなるんですけども、でアメリカに受け入れられやすさというか、まあそういうところはやはりこのバックビートに乗って歌われている楽曲なのかというところがかなりやはりポイントになってくるんじゃないんでしょうかね。どうしてもこう前乗りの曲っていうのはやっぱこう踊りにくいんですよね。それはもうオアシスのアルバム、まあ全体的に、まあそういうカラーのバンドなんでですね、それは致し方ないところだとは思うんですけども、ことアメリカにおいてのそういう戦略といいますか、まあ、マーケティングも含めてですね、そういう売り込み方のまあそういう差といいますか、そういうのはあったかもしれないんですけども、やっぱり根本的に持つ楽曲のそういう雰囲気といいますか、そういうリズムの感じというのはやはりグルーヴの違いがやっぱ受け入れられなかったのではないかなと思うところです。しないのそういう観点で、まあリズムの、まあ、楽曲に対してですけどね、の観点で、まあ、リズムに対してやはりバックビートに乗ってないこの頭で乗る感じの曲っていうのはやはりアメリカではなかなか受け入れられない、厳しい、まあセールス的にもですね、そういうところがあるっていうのが、まあ根曲一つとってもあると思うので、まあそんな感じで今回はオアシスがなぜアメリカにおいて受けなかったのかっていうところをちょっと紐解いてみました。それではどうもありがとうございました。盛大でした。